はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシローパンダでございます。それでは本日やりますゲームはこちら、シエニットキノコ娘のブンブン大収穫祭というゲームを遊んでいきたいと思います。まさかに担いだブンブン娘、リクでござるよ。始める。はい、どうやってやるんだろう。初参に出ねえわ。イントロダクション。実りの季節がやってきた。思い出料理店を営むキノコの精こと私シエニットは、より多くのお客さんに来てもらうために食材を集め、新たなメニューを開発しようと考えた。最後はこの斧で森の恵みを独り占め。まあ、族長様に怒られるからね。まあ、ほどほどにやっていこうぜ。ウェイウェイ系だった。A と D で左右移動で斧を振るんだ。クリックだね。トラックで斧を投げれるトマホークブーメランができるってこと。斧は独自のブーメラン軌道を追いかけます。ブーメラン軌道やって、ブーメランやん。トマホークブーメランやったぜ、ゲッターやん。バランスよくとった方が最終評価が高くなる。金のリングは評価高いが、2回斧は出ないと落ちません。と90秒でいくんだね。了解。トマホーク、トマホーク、トマホーク、難しいな、トマホーク、トマホーク、ゲッター、トマホーク、ブーメラン、トマホーク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 、ゲッター、トマホーク、トマホーク、クセ強くね、トマホーク、ブーメラン、いいね、いいね。トマホーク反対。なるほど、逆。マスも逆だよね、うち。ゲッター、トマホーク。やっぱトマホークってなると、テンション上がりますね。何もあってもですからね、トマホークなんて。ゲッター、トマホーク。難しいな。金のリンゴ、当たった、ナイス。やっぱトマホークはね、難しいですね。当て具合が難しいですね。もう逆を振ったかな、逆を振ったかな、逆を振りました。トマホークブーメラン、トマホークブーメラン、ゲッター、トマホーク。楽しい、楽しいけど、根菜人参が1個取れてない。トマホーク、トマホークブーメラン、外した、マジか。トマホーク、ダブルトマホーク、ダブルトマホークしたい、ダブルトマホークしたかった。あー、クソ、結構取ったんちゃう。どう、結構取った気がおるけど、うち 32.4 品目、微妙なとこか。私の値ならこれでもお客さんを満足させることはできるよって。もう一回やってみてもいい、楽しい、このゲーム。ちょっとトマホークおじさんしてるけど、ごめんね、トマホークおじさんしちゃって。やっぱね、斧投げれるってやっぱいいよ。何がいいって言えらんけど、何かがいいよ。すごくいいね。うちは反対方向行ってみようか。トマホークして、トマホーク、反対だけ、ね、トマホークして。この機能、この機能すごくいい。外してるわ。金のリンゴ外してるわ。え、何この機能、不思議な機能を描いている。トマホーク。トマ、え、めっちゃここボソで撃てる。え、結構この、この感覚難しくない？普通にさ。あ、でも結構こっち側にもあるね。トマホークブーメラン、ゲットー、トマホーク。いや、さっきより下手になってない、うち。あ、さっきより下手だが。さっきより下手だぞ。うち、どうした？テンションだけでやってるからかな。トマホークブーメランとか言うてるからちゃうかな。トマホークブーメラン言うてるからやと思うで、うち。そうやと思うわ、絶対。絶対そうやと思うわ。ノイチゴいいね。ノイチゴいいね。ノイチゴー、トマホーク、パンマーチョッパー、トマホーク、ブーメラン。ごめんな。ごめんな、ブーメランおじさんしちゃって。違うねん。テンション上がってんねん。テンション上がるねん、ブーメラン見ると。男の子ってそういうの好きでしょ？男の子ってこういうのが好きなんだよねって言われたら、そうだよって言える。根菜があるぜ。人参ゲットだぜ。人参ゲットだぜ。これ全種類は手に入ったぞ。でもさっきより少ないかもしれん。あ、さっきより多い。ざっとこんなもんよ。だけどもう少し多くの試合くれれば新メニューもできたかな。なるほどね。どうしよう、ラスト1もう一回だけやっていい？ 3 回トライしてみますわ。トマホーク、外してる、絶対外してる。知ってた、知ってた。やってみ、ちょっと難しいから。癖強い、意外と癖があるから、このトマホーク。意外と癖がある。あー、しまった、大振りすぎたか。いや、
なかなかいい、なかなかいい落とし方。なかなかいい落とし方だぞ。さらにできる、さらにできるようになったな。さらにできるようになったな。さらにできるようになったな。ああ、反対だ。反対引いてるわ、うち。反対引いて、ああ、下手。下手っぴ、それは。うまい。めっちゃうまい、今の機能は。すごくいい機能を描いていた。良き機能なり。ここめちゃめちゃいい。ゲッター、トマホーク。バスタートマホークはやっぱ投げるもんじゃないやんか。それ考えたら、やっぱゲッタートマホークやと思うね。投げるタイプのトマホークでかっこいいよ、ゲッタートマホークやと思う。で、投げない近接武器として、投擲はしないけど、普通に振り下ろすとか、叩き切るとかで使う武器としては、ゲッターよりもバスタートマホーク、バスターバチ、ガンバスターのバスタートマホークが一番かっこいいと思うね。そういう差分やと思ってんね、うちは。うちはそういう差分やと思ってる。ただ単にそれだけの話やごめんな。変な話してごめんな。変な話してごめん。ちょ、じゃがいも取れてないんやけど、うち。うち、じゃがいも取れてないんですけど。じゃがポテト、じゃがポックル取れてないけど。まあ、いっか。どうどういや、どんどん上手くなってるけど。はい、というわけで少し短い動画ではございますが。待って、クレジット用意しとこうね。はい。こちらの方々たちを呼んでいただきました。ギャラリーって、ギャラリーがあるの？タイトル画面と。あー、なるほど。なるほど。詳細が。詳細が。なる、500以上ってやばない？トマホークエグいやん。トマホークエグいで。まあ、ここは皆様の手でね、トマホークしてもらって。はい。というわけで、今回はですね、シニエットキノコ娘のブンブン大収穫祭というゲームを遊んでみました。皆様もですね、トマホークを投げる際は、周りに注意して人に当たらないように振り回しましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ！